デジタルシンセサイザーの草分け的存在。ヤマハデラックス7デジタルシンセサイザーとは、デジタル信号処理技術を使って、音声信号処理を行うシンセサイザーである。デジタルシンセサイザーは、デジタル信号処理の基礎技術を応用したものである。多様な音声合成方式が存在し、デジタル処理された音声信号は、デジタルアナログ変換回路を通して、アナログ信号として出力される。 オシレータにおいて、波形一周期分の位相情報をテーブル化し演算する方式も用いられた。この方式は後に、PCM 音源が普及するまで、ウェーブテーブルシンセシスや FM 音源などで用いられていた。ビデオゲーム機等の音源チップにも用いられており、それらは波形メモリ音源と呼ばれている。フィルターは、FIR フィルター、イヤフィルターなどのデジタル処理に特化したアルゴリズムが、 用いられている。アナログシンセのフィルターは、コンデンサと抵抗で構成されており、デジタル処理で再現するには相当の高速プロセッサを用いなければ速度が遅く実用的でないためである。1957年コンピュータを使ったソフトウェア音源として誕生した。1969年には、最初のサンプリング音源 EMS、ミュージズシステムが開発されている。 また専用ハードウェアによる初期のデジタル楽器としては等が挙げられる。アーレンコンピュータオルガンは、1969から1972年、ロックウェルとアーレンオルガンにより共同開発され、関連特許は開発完了後にべてアーレンオルガンに売却された。工具 DW-8000 波形を何らかの合成方式で生成し、波形メモリに格納して再生。 音作りにはフィルターを併用する方式。初期のデジタルオルガン技術をデジタルシンセサイザーに発展させる形で登場した。オシレータに、波形メモリを採用したシンセサイザー詳細は、アディティブシンセシスを参照ここでは、競技の加算合成、音の要素であるバイオンに着目し、バイオン一つ一つの強度の時間変化を設定して、音色を合成する加算合成方式について説明する。 このような形式のデジタルシンセサイザーの例として、河合楽器製作所の計5、k 5メートル、計 5000R、計 5000S、計 5000M が挙げられる。なお、計5シリーズ、計5000シリーズは倍音を減ずるためのフィルタも内蔵しているため、単純に倍音加算だけで音出力を得ているわけではない。スペクトログラムの逆変換の一例でもあり、 ソフトウェアシンセサイザーによる音源の実装例もある。PPG ウェーブ2.2波形テーブル上に1周期波形を複数並べキータッチや時間経過に応じて波形を順次切り替えて音色変化を実現する方式。1980年 PPG が採用し後継のオールドオフに引き継がれた。なお PPG ウェーブ 2X には 複数のソフトウェアエミュレーションが存在するので、音源の仕組みは簡単に実地確認できる。なお PC 用サウンドカード製品には、ウェーブテーブル音源という名称を用いる製品が多いが、これらはサンプリング音源、PCM 音源の別名に過ぎず、PPG、ウォルドオフのウェーブテーブルシンセシス方式とは無関係である。補足、英語版記事。 ウェーブテーブルシンセシスとの整合性ベクトルシンセシスの基本アイデア工具ウェイブションのウェーブシーケンス機能詳細はベクトルシンセシスを参照2次元平面を直行座標で4つの領域に分け波形を割り当てて例えばジョイスティックやエンベロープジェネレータの時間変化に沿って座標を更新し4つの波形の混合比を変える一種の加算合成 SCI のデーブ・スミスが開発し SCI やコードの製品が採用したほか、カワイやヤマハも類似した音源を発売している。なおこの音源の観点では、ウェーブテーブルシンセシスは一次元座標軸上の移動として説明され、両者は類似したシンセサイズ方式とされるが、実際には加算合成の有無、潜在的に生成可能な波形のバリエーションに相違がある。フェアリット CME 詳細はサンプラー及び、 PCM 音源を参照1980年前後に半導体メモリー価格の低下に伴い数十キロバイト以上のロムやラムの使用が現実的になると一周期単位の波形ではなく数十ミズ秒単位のサンプルを丸ごと使うサンプラーや PCM ドラムマシーンが製品化されたサンプルの使用で音のリアリティは格段に向上したが初期の製品は 楽器としての表現力が十分とは言えなかった。そこで、さらに数十倍のメモリを使って細かなレイヤーで表現力を高めたり、エンサニックミラージュさらに減算合成方式を併用して表現力の拡大を図って、現在一般に PCM 音源と呼ばれる多少複雑な音源方式が確立した。1990年代半ば以降、ミリ音源搭載サウンドカードの主流となった。 ウェーブテーブル音源とは、実際は、サンプリング音源、PCM 音源の別名に過ぎない。グラビス GF1 サウンドブラスター O32SB、O64 詳細は、FM 音源を参照1980年代に、ヤマハの製品で広く知られるようになった、デジタル FM シンセシスは、ヤマハの実装では、波形メモリ出力で、別の波形メモリを読み出す処理として実現しており、 波形メモリの応用音源と考えることが可能である。この処理はアナログシンセ上ではクロスモジュレーションとして知られており、波形メモリ処理が合成方式の本質ではないことがわかる。FM 申請室の出力の解釈には周波数変調の概念が援用されるので、一般には周波数変調を本質とするシンセサイズ方式だと考えられている。 FM 音源製品のオペレータの波形テーブルには一般には制限波が搭載されている後期には波形テーブル読み替えでサイン配外の波形も選択可能な製品が登場した後に登場した RCM 音源ではサンプリング変調と呼ばれる PCM 波形で FM 音源オペレータを変調する機能も提供された詳細は PD 音源を参照1980年代にカシオが開発した PD シンセシスは波形メモリの読み出し層角を歪ませて倍音を変化させる方式と説明することができる。類似した処理としてはアナログシンセ上のオシレータシンクを上げることができる。詳細はソフトウェアシンセサイザーを参照専用の機材を使用せずにパーソナルコンピュータやスマートフォン等の電子機器で ソフトウェアにより音を生成する。ありがとうございます。